皆さんこんにちは、クルトです。今回は、ハリーポッターと賢者の石 PC 版実況プレイパート26か7だと思うんですけど、今回はちょっと6分ぐらいの短め動画になるんですが、ちょっとね、キリがなんと言いますか、切りが悪かったので、もう一度、よしよしよし、もう一度じゃなくて、これでこのステージを終わらせられたらいいなと思いまして、ちょっとね、面白いところを飛ばすのもなんだなと思ったので、よし、上がった。どこだっけ、おお、ただじゃ済まさないぞ。で、このフィルチはどっか行くんですけど、猫がね、またあの猫が残るんですよね。どこにいるの、にゃんこ。にゃんこあそこ？で、にゃんこがそっち行くんで、その間にこれでやっとクリアかな。よし。来ました、双子ちゃん。おお、来た。いいね、いいねっていうか、いいですねこれ。はい、ああ、これでここに乗ると一緒にね。やっとクリアした。ヒヤヒヤした。あー、すいません、手がカメラに当たりました。よし、オッケーオッケー。や、ハリー。や。ビーズを25個集めてきてくれたかい？うわ。上。やった。にわこびだ。にわこびじゃない、にわこびと。君がいなかったら全部集められなかったよ。はい。この有名な魔法使いや魔女のカードをあげるよ。はい。君のものだ。どうも。どこだよ。後ろのもじゃもじゃ全部ビーンズです。はーい。カード。ここから先はね、いけないっていう。なんとも悲しい。で、まあこれに乗ったら帰れるということなんですけど、帰り道を提示してくれるあたり親切ですね、この二人は。ヒューと、これどうやったら出るんですかね。いやー、終わった終わった、やっと終わった。うー、よし、はい、ついにラストダンジョンです。ここが、ハーマイオニー、ロン、ハリーが賢者の石について調べ上げた。その石は人に永遠の命を与
狙うのも無理ないよ。何だって欲しいもの、とハリーが言う。ハーマイオニーの推測によれば、犯人はグリンゴッツから持ってきた小包は賢者の石である。またそれは禁じられた廊下に保管され、あの正体不明のウナリオへの弟子に守られているのだという。スネイプの行動がこの頃怪しいの。きっと賢者の石を狙っているに違いないわ。でもスネイプのやつ、ダンブルドア先生がいる限り何もできないはずだ。でもダンブルドア先生は10分前にロンドンにある魔法省に出かけちゃったわよね。それでは今回はこのムービーが終わったら切ろうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見てください。プルトでした。行きます。